ドロップ73.3、ストンと落ちたんだって。はい、しゅうくんね、はい、今回の動画はなんといよいよあれを買っちゃいました。はい、どん、テクニカルピッチ SSK のね、はい、テクニカルピッチっていうのをこう買ってみました。はい、でこれは何をするんだったっけ。球速が測れたり、うん、あれ腕の振りとか回転数が携帯のねアプリで分かるんだよね。なんで早速開けてみましょう。はい、はい、まあこれが中身ですね。はい、実際どう、この持ってみた感じ。なんかちょっと重い感じ。一応ね、重さとかはもうちゃんと合わせてあるんだって。匂いが違う。まあ、とりあえずやっていきましょう。はい、はい、まず1メートルの高さに投げるんだって。上にすると電源が入るんだって。はい、 OK、 電源入った。でペアリングで今日は約16メートルで設定します。ちなみにね、これ1万球投げれるんだって。だから、まあ、買った値段で計算すると1球3円1球3円を大事に投げてる。いいんじゃない。75キロ1061回転、100キロで1500回転、うん、それ以上だったらいいピッチャーということね。さあ来い。はい、おお、すごい、87キロ1384回転。さあ来い。おっと、93キロ1510回転。いいね。うわ、いいんじゃない。102キロ1607回転。本気で来る。107キロ1605回転。107キロすごい。105キロ1667回転。まあ、軟式と違ってね、硬式の方がね、スピードは出やすいんで、重たい分ね。100キロで1647。104キロの1641。まあ、こんなもんだね。110いかない感じだね。次はちょっとカーブを投げてみてくれる。はい、なんかちょっと速くない。80キロ1602回転。なんでや、真横の回転になってるね。スライド 91.2、 ドロップ 11.2 だって。うん、落ちてない。まあ横回転で真横に回ってる感じ。全然カーブじゃない。さあカーブ来い。お、いい、いいよ。うん、ドロップ 73.3。 いや、ストンと落ちたもんだって。結構68キロ1551回転。じゃあ他になんか球種ないな。ナックル、待って。おお、あ、本当だ。69キロほとんど回転かかってない。231回転。ほら、いいやろ。スライダー、スライダーお願いします。お、曲がったよ。
おお、これはちょっといいんじゃない、このスライダー。78キロでスライド 49.5、 すごい、1645回転。はい、ということでね、しゅうくん、はい、なんと、まあ、テクニカルピッチ、ちょっと使い方ね、まあ、まだ慣れてなかったんですけども、意外にも回転数かかってて、しかも、まあ、縦回転とかね、横回転とか分かるから、まあ、実際、ピッチャーの子にね、次回投げてももらってみるのもいいかもね。例えば効果的な曲がる角度というか、実際にはスライダー投げててもちょっと回転軸が違ったりするじゃんか。あれをね、まあ、意識できることによってかなりなんか変化球の精度が上がるんじゃないかなと思いますので、はい、では今回の動画はこちらで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。